みなさんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回は漢字の穴埋め問題です。真ん中の四角に共通する漢字を入れて4つの二字熟語を完成させてください。問題は全部で10問あります。制限時間は30秒です。今回は知の種のスタッフがクリスマスを連想させる漢字を考え一字の答えにしていますよ。全問正解を目指して挑戦してくださいね。それでは早速やってみましょう。1問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。答えは生という漢字です。神聖、火星、聖書、聖火となりましたよ。わかりましたか。やはりクリスマスといえば聖なる夜ですよね。さあこのようにマスの中に漢字を入れてくださいね。2問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。答えは光という漢字です。観光、栄光、光沢、光栄となりました。クリスマスはイルミネーションが光り輝いていますね。それでは次に行きましょう。3問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。答えは送るという漢字です。寄贈、敬贈、贈与、贈呈となりました。時間内に分かりましたか。皆さんは贈り物をされますか。4問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。答えは冬という漢字です。暖冬、越冬、冬至、冬眠となりました。漢字の穴埋め問題は推察する力や言語記憶力、想像力を鍛える効果があると言われていますよ。5問目です。
四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。答えは木という漢字でした。植木、土木、木綿、木陰となりましたね。ツリーはクリスマスのメインデコレーションですね。6問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。答えは星という漢字です。目星、白星、星屑、星座となりました。星が見える夜空は綺麗ですよね。7問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。答えは祭りという漢字です。夏祭り、雪祭り、祭典、祭壇となりました。それでは次に行きましょう。8問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。答えは夜という漢字でした。徹夜、深夜、夜景、夜行となりましたね。時間内に分かりましたか。今日クリスマスの夜を皆さんはどう過ごされますか。9問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。答えは雪という漢字です。粉雪、吹雪、雪道、雪辱となりました。それでは最後の問題です。四角に入る漢字は何でしょう。
終了です。答え合わせです。答えは子という漢字でした。弟子、王子、子守、子宝となりました。子供たちにとって待ちに待ったクリスマスですよね。素敵なクリスマスを。それでは最後におまけ問題です。マスの中に入る漢字を20秒の制限時間内に答えてください。答えはコメント欄へお待ちしています。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。今回の問題は知の種のホームページで無料のノートレプリントとして公開しています。ぜひご利用くださいね。皆さんのコメントや高評価、チャンネル登録もお願いします。